モアレーシングのターシーでーす。さあ今日はですね、いつもの、あのね、今更カーレビューとちょっと違ってですね、シミュレーションでございます。はい。レーシングシミュレーター。ね、レーサーオンリー。かっこいいですね。このね、スパルコのバケットシートに、湾曲した大型モニター。そしてシフト、H パターンの、シフトノブにサイドブレーキ。そうです。ハンドルも好きなものを選びます。今回は、ドリフトハンドルでいきましょう。はい。ということでね、前回もね、ちょっとね、古い、プチ レトロゲーみたいなやつでね、シミュレーターで、まあ、ゲームですけどね、ちょっと今更レビューみたいなのしてみたんですけども、今回はね、この本格的なレーシングシミュレーター、はい。重曹にあるミッドベースさんっていうところです。はい。ここで、このレーシングシムお借りしてね、どんなもんかっていうのをね、ちょっとやっていきたいと思います。はい。ということで、わけでね、ちょっと設定していきましょう。はい。ということでね、ゲーム立ち上げました。ちょっとね、ステアリングとかの、セルフステアの強さとか、この、なんていうん、キックバックの強さとかも、いろんな設定がまあできるんですけど、僕は非力なので、ちょっとそういった設定はもう結構低めにして、マーク X のね、パワーステアリングに近いように、ちょっとさせてもらってるんやけど、で、まあ、車を選ぼうぜっていうところでね、もういっぱい無数に車はあります。ね、この、もうジャパンタクシーとかも、トラックとかもあったりね、あ、こうやって、トラックとかもあったりね、ジャパンタクシーとかもあったりね、今選ばれてんのはね、ちょっといかつめなシルビアなんですけども、確かね、黒のね、渋いローレルがあったと思うんですよ。僕、セダンが好きなので、ちょっとその、セダンで、バリバリ走ってみたいと思うんですけども、BM とかもあるよね。かっこいいね。どうしようかな。どこやったかいいな。ありました。ローレル見てください。いかついですね。かっこいいですわ。もうこれで。これで、オッケー。はい。これで、走ってみましょう。じゃあちょっとセットしますね。サウンドがね、見てください、この RB20 のロッキー等の音ですわ。いい音ですね。視点はどうやってこれ変えるのかな。ちょっと何ボタンで視点を変えたらいいかがちょっとわかんないですね。おお、発進できましたよ、なんとか。これね、クラッチあるんですけど、バンって上げると結構ね、ギャッてなっちゃうんですよ。すごいリアルです。ちなみにここはメンハンスポーツランドですね。切り替え、あ、これや、わかります？ローレル、なんかウィンカー出てますね。いや、かっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいんですけど、ローレル。僕はボンネットビューが好きですけど、ま、今回はちょっとより実写感を出すためにこのコックピットビューでいきましょう。ね、いや楽しいですよね。こう二足で。結構遊べてるんじゃないでしょうか。本当にね、リアルですね。ただ後ろリアタイヤの動き方が、なんかちょっとつかみにくいかな。あと、まあこれは選んだ車が悪いんか知らんけど、車のロールだとかそのサスペンションの細かな動きっていうのがちょっと伝わりにくいので、ブレーキとかも、ブレーキの微妙な踏み加減がすごく難しいですね。なんかチョンブレ
のちょんぶりやったらこれほんまに効かへんし、でも踏み込んでいくとロックしちゃうし、おお感覚、実写との感覚がちょっとやっぱずれますよね。もう慣れなんでしょうけど、まあ文句言わんとちょっと走ってみましょう。うわ難しいな、めっちゃ難しいです。前マーク X で雨の日にねモーターランド、鈴鹿走ったんですけど、その時のピーキーさんにすごく似てます。スピンしちゃいますね。めっちゃおもろいけどめっちゃむずい。まだ名阪スポーツランドをガンガン走れるようなあれですね、ご身分ではないですね。というわけでちょっとこの名阪の C コースじゃなくて D コースに行ってみましょう。よいしょ、これ本当よく再現されてますよね。音と音とスピードの調整がほんと難しい。見てこのトイレとかめっちゃリアルじゃないねえ。うわ怖怖怖怖、落ちそうですね。わあ C コース、 C コースじゃ D コース久しぶりやな。ということでちょっと D コース走っていきましょう。いやこうね走ってるとめっちゃめクーラーガンガンにかけさせてもらってるんですけど暑いっすね。すごいわ。ゲームというよりほんまシミュレーターですね。まあ、ステアリングも反力が伝わってくるし椅子も動くしで動きもねすごいリアル。グランツーリスモとやっぱ比べ物ならない、あのグランツーリスモもリアルなんですけどやっぱり普通のねゲームコントローラーでやるのとこれでやるのとでは運動量が違うからそれもあってやっぱ汗かくんでしょうね。ほうほう、そーっとドリフトしていってます。これ下手したら突き指するな。リカバリーのサブロフターンでしたが土手に乗っかりましたね。難しいですね。実写との感覚とのズレをうまく補正していけば全然その実写の
練習にはすごくなると思います。これこのこういうとことか一緒ですもんね。でもいいっすね、あのタイヤ気にせんでええし、バンバンオーバーレールさしてもなんつうんかな、壊れる心配がないというか。実車でもそうやけど、振り返しがやっぱ一番難しい。ワンコーナーをこう綺麗にするぐらいやったら全然あれなんやけど、この振り返す瞬間、おお、いけましたよ。あれやね、思いっきりやな、無理やね。おお、感覚がなんかわけわからんなるね、ボンネットビューとかにすると。やっぱこの視点が一番分かりやすいし、練習になる気がする。よし、上。決まったんちゃいます？あー、ダメ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 、カカ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 。あー、ちょっとずつちょっとずつですね。おっと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 、油断するとこんなになりますわ。いつでも横転しても普通に走れるから、ゲームは、ゲームというかシミュレーターはですね。おお、横転したけど車はピカピカですよ。いいっすね。実車と違ってスピード感が分かりにくいんかな。だからぶつかってしまうというか。でもまあそれは補正していってね、反復練習して。おおお、ああ綺麗に決まったんちゃいますか。ここの大外のドリフトが気持ちいいですね。おお、ちょっとフラフラしましたけど、ああよしとしてください。もうちょっと疲れましたわ。はあ、いやー、おもろい、おもろいっすわね。もう時間っていうのはあっちゅう間に経ってしまうもので、30分ね、1500円の消費税、1650円で、2時間やったらまあ3300円なんですよ。から1時間半やりたいな。だけど次の月のね、クレジットの請求が怖くなるんで、まあちょっともうここは一周で終えましょう。よし、コツをつかめばちょっと形にはなってきたのではないでしょうか。はい、綺麗に終わりましたね。ちょっとせっかくやし、他の車も試してみましょうか。
エスケープ終了。はあ、枠に閉じます。車も変更、いろんな車がまああるんですけど、ロードスターとかもう本当にちょっとおしゃれなやつで、普通にサーキットをちょっと走ってみましょうか。ねえ、見えてますか？もう水越峠とか西大山ドライブウェイとかいろいろあるんですけど、ちょっとね、多分グダグダになってしまうし時間もないので、ちょっと有名なサーキットとかないんかな、なんか僕が知ってるサーキット。メーハン、モーターランド鈴鹿、あった！モーターランド鈴鹿がありましたよ。ちょっと走ってみましょう。おー、かっこいいロードスター見えてますか？おー、かっこいいぞロードスター。そうなんですよ、僕実はね、一番最初の愛車はユーノスロードスターやったんですよ。あ、そうか、これやね。お、これ左ハンドルやないかい。しかも、なんかクラッチがすごい敏感。ほら、ガッガッくんクラッチっていうんかな。教習所の時思い出しますね。ダーンって鳴りましたね。うわぁ、モーターランド鈴鹿や。うわぁ、こんなんもうモーターランド鈴鹿まで行かんでもめちゃくちゃリアルですよ。うわ、すごいな、すごいな。うわ、今無意識にヒール&トゥーした。覚えてるもんやな、体。セッティングになってるから ABS が効かん。あ、やばい、ちょっと待って、二速に入らんねんけど大事故。いや、おもろいっすね。しようとアクセルを踏んだらガーッとアンダーが出てしまうっていうところもこうロードスターらしいというか。おーいえ、おーいえ、いえ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 、マジ。いや、おもろいっすね。あー、やっぱりスピード感が分からんわ。スピード感が分かりにくいから、どうしても大外のコーナーで突っ込んでしまう。しかも、ドリフトバリムズ。ええ感じやけど、パワーがないからか続かないけど、めっちゃ楽しい。あー、いいっすね、楽しいっすわ。いや、ということでね、いや本当こんなシミュレーターだったらサーキット行かなくても全然あれですよね、楽しめちゃいますよね。ということで、モアレーシングのタシでした。はい、シミュレーター本当にいいですね。実車の練習にもなる。ただちょっとその実際の車との細かな動きとかで違和感があるところがあったりね。まあそれも仕方ないことですけど、サスペンションのターニとかがあんまりちょっとタイヤのターニとかが、ね、伝わりにくかったりして、あと速度も
スピード感もちょっと分かりにくかった、遠近感とかもね、どうしてもそこはモニターと現実で見るっていうのではその差が出てもう当然やと思うんで、うん、ただそこをね、うまく埋めていけば実写の練習にはめちゃめちゃなると思います。これはすごいですね。ずっとグランツーリスモしか知らなかったんで、普通のねゲームコントローラーでのグランツーリスモしか知らなかったんで、このシミュレーター本当に感動してますということでね、またちょっとやりたいですね、ちょっと取り急ぎレビューやったんですけども、はい、また、次の動画でお会いしましょう。モアレーシングターシーでした。ありがとうございます。